どうも、吉祥です。本日9月21日、もうすぐ日またぎますけど。いやー、勝ちたかったっすねー、今日は。ねー、ちょっとね、まあ先に言いますけど、まあ今日は糸井さんの話をし、まあちょっと皆さんでね、皆さんと共有したいですね。なんか、いやー、なんかうまいこといかないっすね、引退試合って。なんか、阪神の引退試合って うまいこといかないっすね。いやー、セレモニーも終わってね、ちょっと、まあ動画撮ってますけども、どうします？まあ最初に糸井さんの話したらちょっと長くなっちゃって、なんか、他のこと言えないと思うんで、なんか、伊藤将司が、プロ入り初ぐらいじゃないですか？あんま記憶にないけど、なんか、最悪の ピッチング よりによって引退セレモニーと被るっていうね。いや まあ、もうあれじゃないですか？もう皆さん、梅野が同点ホームラン打ったこと、みんな忘れてんじゃないですか？わ かんないけど ね。いやー、まあ、試合内容もね、まあ、いろいろでしたね、もうなんか。いやー、10回裏ね、サトテル打ってほしかったけどなー。あそこで打ったら、まあ、綺麗に、まあ、終われたんですけど、なんか、あそこで終わらないのが、タイガースっぽいっすねー。まあ、良くも、悪くも、悪くもか。悪くも。まあ、タイガースっぽいっすね。なんか、いやー、試合前のさ、とか言って、試合前のシートノックでもなんか、サトテルと糸井がなんか肩組んでる写真なんかツイッターで見て、めちゃくちゃいいなって。なんかアイブラックって言うんですか、あれ、アイブラックになんか背番号7つけて、サトテル。いやー、めっちゃ良かったっすね。だからね、余計にね、決めてほしかったんですけどね。まあ、そううまくいかないですね。なんか気づいたら6点取られてたし。気づいたら6点取られてたし。6点って何？ 6 点って。してよー、なんか。いやー、寂しい、寂しい。もう、ちょっとね、糸井選手のこと、嫌いな人誰もいないですからね。エピソード一つ一つ、語り継がれますよ、本当に。なんかね、なんか路地に触ってて、なんか、ピッチャー時代、路地に触ってて、サイン忘れちゃうみたいなのとか、ね、結構軽い素材なんで、みたいな。いやー、寂しいなー。ごめんなさい、ちょっと。いろんな感情が出てね、ちょっと、言葉が、まとまっておりませんが。いやー、なんかね、なんかやっぱ親近感湧きますよね、なんか、糸井選手って。なんか糸井って、なんか、なんだろうなー、遠い存在のはじ、あの、超人って言われててね、やっぱ遠い存在のはずなのに、なんかね、高1の時の部活、高1の時の、ね、高3のなんか、フランクに接してくれる先輩みたいな、そういう感覚、わかるかな？これ正しいあれかわかんないですけど、なんかね、やっぱ、いやー、寂しいっすね。いやー、なんか引退セレモニーではなんか、福留選手とね、福留と鳥谷からなんかメッセージ来てて。福留鳥谷と言ってね、2016、17年ぐらいはもう主軸ですからね。もう誰一人いない、今。やばいよね。もうベテランって阪神いる？いないんじゃないか。だいぶ若いチームになりますね。
なりますね、とか言って。いやー、なんかベテラン欲しいなー。お腹鳴っちゃった。ごめんなさい。こんな時間なんで。許してください。ラーメン食べ行こっかな、今から。いやー、ちょっと、何よっかなー。何喋るか、なんか喋ることまとめて、た気を気にするんですけど、自分の中でも。忘れちゃったとか言ってね。忘れちゃったとか言って。鳥人ね。鳥人。いやー、鳥人は2009年の笑い飯さんの、笑い飯の M1 のネタすかね。島田紳助が、100点つけた。鳥人だよって。君はいい子だね。鳥人だよ。いやー、寂しい。ごめんなさい。めちゃくちゃ言葉まとまってないっすわ。うん。なんかいろいろ、なんか、なんだろうな。5時間前ぐらいはね、伊藤正史にちょい切れしてたんですけど。ね、伊藤正史ね。伊藤正史。まあ僕の2個上でね、2個上で、まあ、神奈川の、まあ高校の時に予選で、伊藤正史とかね、高浜とか、浅間とかいて。浅間とかめちゃくちゃ女の子いたわ。めっちゃギャルに囲まれてたわ。そんなんどうでもいいんだって。その、ごめんなさいね。ファーストテイクでやらせてもらってるんで。ちょっといろいろね、話がもうなんか、こんな脱線しまくってますけど。いやー。終電間に合ったかな。甲子園で見てた人たち、いいな、今日見れた人たちは。まあ勝てればもっと良かったんですけどね。いやー、なんとかしてね、なんとかしてクライマックス行きたいっすね。いやー、ごめんなさい、ちょっとたどたどしくなってしまって。またね、明日は試合いないのかな、うん、また次の動画でお会いしましょう。改めて糸井選手お疲れ様でした。ごめんなさい、本当に言葉まとまってなくてありがとうございました。